はい、皆さんこんにちは。10月初めのね、アウトレットフェスティバルになります。で、今回ですね、売るものがね、かなりね、多く入荷したので、ぜひね、その辺ね、楽しみにね、こう見ていただければなと思います。特にね、スワニーでおすすめのこう圧縮系のね、ウールとかもね、すごくね、上質なね、生地がね、たくさん入荷しましたので、社長のね、おすすめのこうランキング動画、参考にしながら、ぜひね、最後までご視聴ください。はい、それではいきましょう。第10位になります。ピュアウールの、タータンチェックですね。で、この生地の私のね、一番のおすすめポイントが、もうなんて言ってもね、100% ウールで、そのウールの品物が、クオリティがね、素晴らしいんですよね。すごくね、肌触りもいいですし、またね、肉感も、お洋服全般にも使えたりね、あとアウターだったらね、軽いアウターのこうデザインにできたりとかね、結構幅広くね、こう使えるんじゃないかなと思います。まあ、チェックの柄もね、定番のね、カラーとね、柄でね、すごくね、いいんじゃないかなと思います。はい、第9位ですね。イタリア製のね、生地になるんですけども、ウールモッサっていうね、生地になります。で、この生地の特徴は、まずね、ウールの、ウールとね、こうレーヨンが混紡されてるんですけども、すごくね、こう柔らかくて、もう何よりね、めちゃくちゃ軽いんですよね。風合いもすごくいいですし、秋からね、こう冬にかけて寒くなったね、時期もね、こうぜひね、こうアウターに使っていただきたいなと思います。はい、それでは第8位になります。ウール&コットンの、ミルドゲージツイードニットになりますね。で、この生地の特徴なんですけども、一番はね、ミルドゲージって言って、ちょっとね、手で編んだような、すごくね、こうハンドメイド感を感じられるニットなんですよね。で、カジュアル感もね、ありますし、すごくね、着た時にね、こうなんて言うんだろう、自然にこう馴染むというかね、その辺がね、魅力的なね、ニットになります。で、またね、これも綿とウールの混紡素材ということでね、なんか素材の方もね、こう楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。はい、第7位になります。100% ウールの、滑らか圧縮ニットになります。で、この生地ね、本当にこうウール 100% ならではの、まずね、素材感の良さ、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。で、肉感もね、程よくこう厚みがあってね、やっぱりこれもね、こう圧縮ニットならではのね、こうデザイン楽しめると思います。色数もね、すごく多いので、ぜひね、お客様のお好みのカラーをね、こう探してみていただきたいなと思います。はい、それでは、第6位に行きましょう。イタリア製、変わり織りウール圧縮ニットになります。で、この生地の特徴なんですけど、一番はね、まずデザインなんじゃないかなと思います。まあ、イタリアならではのね、やっぱりこうこだわりのあるデザインで、ぜひね、こう楽しんでもらいたいなと思います。またね、これね、デザインだけじゃなくて、すごくね、軽くて、で、あったかいっていうね、この秋冬、秋冬に向かっての季節にね、すごくね、こうおすすめの素材でもありますのでね、ぜひね、注目してください。はい、第5位になります。シーズンカラーの、圧縮ウールですね。で、この生地の一番の魅力はね、このカラーなんじゃないかなと思います。今までにね、こうありそうでないね、この本当にこう特徴的なんだけど、すごくね、こう大人っぽさもね、こうあるっていうね、すごくね、こう魅力的なカラーをね、ぜひね、楽しんでいただければなと思います。でね、こうウールのね、質感もすごくいいですし、人気のね、こう圧縮ウールシリーズになりますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。はい、第4位になります。ダイヤ模様の、ウールジャガードファブリックになります。で、この生地のね、特徴っていうか、一番のおしゃれはやっぱりこのデザイン、ジャガー通りのこの、まあ、カジュアル的なね、こうデザインだと思うんですけども、よくね、この手のタイプって輸入物のね、少しね、こう素材がチープなものがね、実は多いんですけど、これね、ウールの混率も高くて、日本製のね、すごくこう品物のいい生地になるんですよね。で、まあ
洋服はもちろん、結構ね、バッグとか小物とか、冬のね、秋冬のこうアイテムにすごくね、使える生地になってますので、その辺もね、こう楽しんでいただければなと思います。はい、それではね、第3位になります。これはね、こうイタリア製の、生地になるんですけども、ループ編みのモノトーンストライプニットですね。で、この生地、スワニーおすすめシリーズのね、カルダンニットシリーズで、とにかくね、まず軽い、めちゃくちゃ軽いですね。それで暖かい。で、またね、こうデザインもいいし、デザインっていうのは生地自体の素材感がいいっていうことですね。すごくね、こう素材感も個性的でね、こう楽しめると思います。で、縫製もね、しやすいということで、トータルでね、すごくこう魅力的な生地になってますので、ぜひね、チェックしていただきたいなと思います。はい、第2位になります。北欧テイストの、ウールコンジャガードニットになります。まあ、この生地の特徴はね、本当にこうモチーフだと思います。このデザインをね、ぜひね、こう楽しんでもらいたいなと思いますね。で、特にね、プリントじゃなくて、このジャガード織りならではのね、こう立体感のあるね、こうデザインをね、楽しんでいただければなと思います。やっぱね、こうこの季節のジャガード織りってね、すごくこう、なんていうんだろうな、奥行きがあるというかね、デザインすごくね、こう素材的にもね、こう楽しめますので、この生地ね、いろいろサンプルなんかも作ってますので、バッグからね、こう始まって洋服なんかにもすごくいいですし、ぜひね、いろいろな作品作ってね、こう楽しんでいただきたいなと思います。はい、それでは第1位になります。イングリッシュチェック柄の、ピュアウールになりますね。で、まあ、私の生地をね、選ぶ時の基準、まず素材がいいっていうところなんですけど、これね、100%ウールで、めちゃくちゃ物がいいです。で、デザインもね、すごくね、落ち着いたこう定番的な色合いなんですけども、すごくね、こうちょっとイギリスデザインっていうかね、イギリス風のこうチェックになるんですけども、すごくね、こうアクセントも効いてて上品だしね、とにかくね、こう作品がすごくよく見えたんですよね。で、デザインもいいのに、こう素材がやっぱり素晴らしいということで、全てにおいてね、満足できるんじゃないかなと思います。ぜひね、これは注目していただきたいなと思います。はい、最後までね、見ていただきましてありがとうございました。で、今回ね、ちょっとこう見てね、もらいたいところがあるんですけども、サンプルコレクションっていうね、カテゴリーを作りました。で、今までは生地を見ていただいて、そこにね、こうサンプルが載ってるようなね、イメージだったんですけども、結構サンプルいいなと思って、こう記事を見るっていうお客様がいるっていうことをね、知ったんで、サンプルコレクションっていうのをね、こう作りましたので、ぜひね、そこからも、ここもね、ちょっと見ていただいて、今回の、まあ、アウトレットフェスティバルね、お楽しみいただければなと思います。